極道の世界で恐れられた伝説のヤクザがいた。だがある日を境に忽然と姿を消し、行方を知る者はいない。その名は不死身の龍。よし、まあまあやな。やばい、遅刻だ。え、まだ時間やないで。今日大事な会議あったの忘れてた。ごめん、たっちゃん。もう行くわ。おい、朝ごはん。行ってきまーす。騒がしいやっちゃで。まあ、今日は新入りの初仕事や。腕前見せてもらおうか。そっちの島は任せたぞ。もっと角んとこかしこまんかい。ここら辺は一番ゴミどもが集まっとるんや。今を引いてんちゃうぞ。所詮は素人や。主婦舐めとったらあかんぞ。こういう場所は棒状の門に布を巻いてるな。隙間やテーブルの方に。あ、お弁当忘れてるで。じゃあもう一回聞くけど、職業は？専業主婦です。ほな。待ってほな。待って、新潮社